今日もですね、1985年の8月12日、日航123便の墜落事故の真相について、少し前のことを思い出しながらお話したいと思います。私がこの事件に興味を持ち始めたのは、先般も申し上げました通り、国際ジャーナリスト松井道夫さんのお話からでした。国際ジャーナリストとして数々のスクープをものにしてきた松井さんは、実際に群馬県上野村の出身ですので、当時いろいろな不審な点を感じ、松井さんはさまざまな取材を試みました。しかしながらその取材をした記事は、どこにも掲載されることはありませんでした。さまざまな全国紙、週刊誌に、記事を書くことを生業としていた松井さんにとって、とてもとても不可思議なことで、どこの雑誌社、大手の出版社もこの記事を載せてくれませんでした。大きな力がかかっておりました。そんなお話をいろいろ聞きまして、私もそれからも松井さんと出会って30数年経ちますが、未だにそのことが気がかりで、松井さんにもいろいろお話を伺いました。その当時のことをちょっと思い出します。まずは日本航空123便が墜落したという一報は、当時テレビで流れましたよね。僕見ました。当日の夕方6時7時ちょっと前に墜落したわけですけども、どうでしょう、8時前後のニュースで墜落し山に炎が上がってますという第一報の写真がテレビで放送されたんですね。しかしながらそれ以降墜落現場は不明ですと言って、翌日朝まで12時間以上墜落現場は特定されなかったんです。なぜ墜落現場が特定できなかったのか。中にはやはり当時はまだ GPS がないからどこに落ちたかわからないんですよ、なんていうことを今も言う方いらっしゃいますが、とんでもないですね。当時だってレーダーも発達してましたし、管制塔のレーダーではずっと追っかけてるわけです。自衛隊も米軍も全てどこに落ちたか把握してます。それは前回述べた通りですね。なぜそれを隠し続ける必要があったのかということです。森永卓郎さんもこちらの書いてはいけないという本で触れておりますけども、実際に墜落の原因というのはもう、自衛隊のミサイル無人標的機が垂直尾翼を撃ち落とし、さらには追尾してきたファントム機が、第4エンジンを撃ち落とした、それで墜落したということがだんだん分かってきたわけなんですけども、その証拠を隠滅するために自衛隊の特殊部隊が特定された場所に墜落した直後に降り立って証拠隠滅を図ったということが書かれています。多分実際そうだったと思います。私も聞きました。その日の事故の起こった夜深夜ですね、上野村の周辺の人たちははっきりと山から降りてくる黒い真っ暗な軍団、何十人か分かりませんけども、集団で物言わぬ軍団が山を下山してきて、一言も語らず真っ暗な中山を降りて消えていったという、そういう目撃証言がいくつかあったそうです。それは松井さんから聞きました。取材したらそういう方が見たという方がいました。しかしながらそれが1年経つ2年経つと、同じ方に話を聞くとそういうものは一切見てないということに証言が変わったそうです。これは分かりませんが、おそらく口止めされた政府関係者なのか何か分かりません。お金を握らされたのかも分かりませんが、その証言を言った方はいや見てない、証言が翻ってしまったそうです。また不可思議なことはまたその日ありましたよね。報道ニュース NHK ですね、確か木村太郎さんがキャスターの NHK のニュースで、墜落したしばらく後に自衛隊員が射殺されました。命令に背いて救助に行こうとした自衛隊員が射殺されましたという速報を流したんです。何でしょうこれは。
しかしそれ以降も一切それに関する情報は全く報道されませんでした。もみ消されたんでしょうか、何でしょうか。確か NHK のニュースでテロップ入り出てたのを僕も見ました。あれは一体どうなったんでしょうか。おそらく命令を受けた自衛隊員、証拠隠滅をしようということになったんですが、両親の呵責に耐えかねて救助、いわゆる、生存者を救助しようとした自衛隊員が射殺されたのではないかという、そういう説が流れております。これもはっきりとした確証はありませんので、私もそういうことを、明確に述べることはできませんが、しかしながら NHK のニュースにテロップが流れたのは事実であります。40年近く経ちましたが、その事実はずっと隠蔽されたままですね。森永卓郎さんが少し勇気を出して本を出版され売れてます。そういったところで少しずつ公開、少しずつ真実がオープンになりつつあります。青山透子さんの本もいっぱい出版されました。本屋さんにも実際並んでおりますが、それがマスメディアに取り上げられることはありません。ぜひ手に取って読んでいただきたいと思います。私もおおむねそれを読みました。それ以外にも日航機の裏側についた本はいくつか出ております。こうした真実をもう一度洗い直して調べ上げることが、これはやっぱり犠牲者の方々、犠牲者の遺族の方々とっても大きな供養になると考えてますし、こうしたことが二度と起こらないためにも事実を、真相を明らかにしていく必要があると僕は思っております。決して自衛隊を否定するつもりはありませんが、過去にこうした過ちを犯したこと、情報を隠蔽してしまったことは、はっきりとこれは事実として認めていただいた方が僕はいいと思います。いかがでしょうか。また改めて日航123便墜落事故の真相については、松井さんが新たな情報を得た段階でまたこの YouTube でアップしていきたいと考えております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。